シルバーは幼い頃から手間のかからん良い子でな。わしの手料理を食べたらすぐ寝てくれた。ちまちまと材料を計量するのが苦手でな。適量とは良い言葉じゃ。マスターシェフ、乗り切れる自信がないんだが。っていうか、もう実験機のボイスの段階で、ここまで料理に触れられているのに、マスターシェフのボイスって、一体どうなっちゃうんだっていう、楽しみ半分、怖さ半分っていう感じです。あとは、試食係が次々と倒れていかないかが心配です。もういっそ今までと違う感じのイベントだったらどうする？リリアちゃん専用。新システムマスターシェフ。調達だけとか。だって、ジェーノくんが食材調達したら、キノコばっかになっちゃうじゃん？で、リリアちゃんが料理したら、ダークマターばっかになっちゃうじゃん？だからもういっそ、調達リリアちゃんで、調理をジェーノくんだったら、こういい感じに、補い合えて、すごくいい料理ができるんじゃないかななんて思っております。イワトカゲの尻尾とマンドラゴラの煮込みスープは滋養にいい。理論上はそうなる。まあちょっと調達してくるのも癖はありそうだけど、6章の前にマスターシェフ生きて楽しもうな。慎重すぎても大きな成果は得られん。大事なのは思い切りじゃん。これ、やってみろ。